まつげあげるの忘れてたけど、ちょっといい、あげるやつ持ってたんでちょっとあげますね。ここまで。なんか文字ちっちゃくなってるって思ったら自分がちっちゃくしたんだった。忘れてた。まつげだけ上げさせてください。ちょっと待って。今日ね、めちゃくちゃさ、朝起きてさ、顔色悪かったんだよね、リーナ。まつげ全然上がんないし。終わった。こんばんは。え、いた。いた。まつげじゃない、目を挟んじゃった。今日はまだお風呂入ってないのでアイライナーとか引きました。今日はね、ちょっとね、大富豪のやり方を教えてほしい。みんなまだ一人でプレイしかしたことないんですよ。時間通り。そうだよ、珍しいでしょ。2番こんばんは。リーナ組こんばんは。ショールームありがとう。こちらこそ。仕事前にちょっとだけ。今から仕事なん、きつ。頑張ってね。大富豪配信だからコメント全読みしなくて大丈夫。 ありがとう、そのつもりですね。ウィア当選してた。おお、ちゃんと振ってくださいね。あのビッグウチはもうその時にはあると思うので、あの現地でね販売してるので、あと8月3日は当日券があるらしいので、皆さん絶対来てください。本当に、え、マジでこれはもうやばいよ。リーナがこんな目立てるコンサートマジでないです。本当にみんなガチで行ってください。おすすめすぎる。うちは持ってくね。ありがとう。結婚してかけるうち逮捕です。逮捕。ブログ読んだ。みんなも読んでね。リーナ推しで大富豪やってる。ありがとう。ちょっと待ってね。どこ行った。大富豪どっか消えた。消えた大富豪。あったあった。これさ、リーナさ、リーナの声じゃないんだよね。 SK48 の大富豪みたいな、大富豪は終わらないっていうの、なんかリーナ自分の声じゃないんだよね。あれ普通自分の声だよねって思ってびっくりしてます。ハートありがとう。ありがとうございます。おでこらし見逃したんでまたお願いします。それはちょっと無理かな。見逃さないように頑張るんですよ。めっちゃ肩出しセクシーですがな。そう、なんかね、お姉ちゃんにもらった器用に貼ってますね。器用です。顔色いいよ。そう、朝ね真っ黒で顔が
でなんか洗面所って漏れるじゃん洗面所の鏡ってめっちゃ漏れるのね。だからなんか今日は漏れてるかなみたいな感じで顔洗った時に洗うやん、洗って前見たらなんかえこれリーナって思ってめっちゃびっくりしちゃって、本当になんかめちゃくちゃ顔を真っ黒でちょっと青っぽい感じの顔でこれはやばいなって思った。まあリーナが2時に寝たからでしょうけど結婚してかけ1位逮捕ありがとうございます。ハート100受け取って100個ありがとうございます、嬉しい。大富豪の大佐お待ちしてます。はい、テープもおしゃれ、テープはただのハートですよ。でもねリーナもね自分のカードで大富豪やってます流れ星ありがとう。リーナも自分コンプリートしたんですよコイン使いました自分コンプリートした。えこれ見せていいやつかな、わかんないけどさ、あーちょうど見えないか、もう全部自分です全部自分。ニナの一押し力は 1190.4% です。えみんなでプレイにする、えちょっと一回さおどけした方がいい、じゃあ消そう、一回一人で大富豪にしようかな。え一人じゃない方がいい、えみんなでやるとなんかボコボコにされそうみんなでやると絶対ボコボコにされるんだけど、リーナみんなでやった方がいい。12日当たりました、めっちゃ楽しみです、楽しみにしててね、頑張ります。まずはインストールしましょう、私インストールしましたよ。兄ちゃんが受賞されたから久しぶりに大富豪を再開した、ありがとうございます。コンプリートしてください。なるしゃべ聞いた、よかった、みんな聞いてね、ブログも見てね。大富豪しばらくやってない、じゃあこれを機に一緒にやりましょう。リーナと対戦すると特別な称号が当たる、そうなんだ、録画しますね。はい、昨日ちかさんの X ツイッター X なのツイッターでリーナちゃんの写真かわいいね、ありがとうそうちかさんがねなんかとなんかリーナちゃんって言ってあはいっ ってであげてくださってました。みんなちゃんといいねしてくださいよ。ハチ切りと煮上がりは×、あーしえハチ切りダメなの、えハチ切りリーナよくしてるけどハチ切りダメなの、え最後にハチ切りダメってことでしょ。リーナ一回ね煮上がりして何もルール知らなくてで反則負けになりました。大富豪のランキング上位11期が独占、みんなちゃんとリーナ1位にしてくださいよ、頑張ってね。リーナコンどうしよう、特権買ったありがとう、握手はなんかサックだけちょっと多かったような気がするんだけどね、勘違いですかね。まあでもありがとうございます、ちゃんと話してくださいね。じゃあちょっとやりますね、私なりすまそっかな、リーナなりすましていいですか、えみんなでとかリーナできないんだけど、どうしよう、なりすまそっかな、なりすましていい、でもなりすますって なんか得があるのかわかんないや。今日も可愛いありがとう、ちょっと今日は全部読めないんですけど、ブログ配信後に読みます、読んでください。そうか今日は火曜日、そうそうそう夏休みだと忘れがちですよね。えなんかリーナの Wi-Fi が悪いのかな、今2人しか入ってないわ。推し設定を自分にすれば変わる、え自分にしてるよ、リーナ推し設定自分にしてる自分にしてるけど変わんないです。なんかブーブーなった、えみんなボロボロにしないでねやっぱ最初なんで
最初なんでみんな、え、どうしよう、え、何これ、リーナのターンいつ、え、やだ、え、どうしようえ、これみんなさ、わかんなくない、リーナが何やってるか、今でも見せたら、もし戦ってる人いたらあれだもんね。リーナからスタートか、どうしよう、何にしようかな、まあ、最初はなんか弱いやつ出した方がいいよね、きっと。え、やっぱ緊張する、自分遅かったらなんかやだ、一人でやってる時とまた違うからさ。みんな慎重だね、やっぱコンピューターとは違うね。もっとパスしなさい、みんな、パスパス、君もパス、あ、よかった、ナイスリーナは3枚だし、みんな今何やってるか分かんないでしょ、リーナ、これみんなどうやってやってんの、え、なんかめっちゃポスされるんだけど、もしかしてリーナ、え、時間制限あんの知らないんだけど、やだ、もしかしてリーナ手加減されてるかな、めっちゃみんなパスするんだけどさ、でもみんな平民みたいなやつだよ、みんな平ら、よし、ミッドジョーカーは勝つっしょ、あ、リーナワンチャン勝てるかも、え、なんかみんな手加減してるかもしれない、うう、パスだ、ごめんなさい、できない、え、リーナ弱いのしか残ってないわ、3、うう、3枚出しは無理だって、やっぱ手加減されてないわ、やっぱ手加減されてない、え、みんなちゃんとリーナって分かってんのかな、う、え、ずるい、リーナ残り2枚なのに2枚出ししてくる、無理だよそんなの、お、ナイス、パス、パスお願い、あ、無理、リーナ雑魚いのしか残ってない、あとタイムあるの知らないんだけど、一人でやってる時タイムフリーだったからさ、めっちゃ焦る、うー、痛い痛い、え、これリーナからにならんかな、うー、リーナめっちゃ弱いやつしか持ってないから、めっちゃ弱いやつ最後に残しちゃダメなのかな、うお願いお願い、うー、お願い、あ、マジ、やだ、あ、え、人大富豪になった、一人大富豪になった。弱いやつお願い。え、やばい、いじめてくる。え、リーナやばい。大貧民になるかもしれない。もっと弱くして。リーナ負けるかもしれない。あと1枚なのに。でも1枚だとさ、大体どのカード持ってるかバレるよね。あ、やばいかもリーナ。なんでみんなさ、そんな強いカード残してんの？めっちゃ2残されてんだけど、お願い、うー、痛い、8とか出されたらリーナ、え、あ、やばい、負けた大貧民じゃんリーナ、あ、あれ、手加減してくれた、貧民になった、手加減してくれた、やった、手加減されたリーナな、パスされた、残り1枚だったのに、相手ありがとうございます、見てるか知らんけど、あれ、めっちゃ一押し力上がったんだけど、リーナ一押し力2381になったんだけど、え、そんな上がるもんなの、みんなリーナに貢献してくださいねもう一回やろう、これなりすますと、え、めっちゃエントリー早かった、同じ人かな、なりすますとどうなんの2300、そうリーナめっちゃイチ押しだ、え、リーナからかな、え、これさ、え、ジョーカーなんか渡したくないよ、カード交換めっちゃ嫌なんだけどリーナ、お、符号なりすましてる、暗蔵しだ
慣れすまさないでよ。アリーナからかな、これ3のなんかを持ってる人が一番最初なんだよね。なんかわかる気がするかもしれない。いきなりやってるの。そう、ルール知らないけど、あんまり。アリーナ勝つんじゃねこれ。まだ強いカードが残ってる。お、ナイスパス。お、これはいけるんじゃないか。でもね、ダイヤの3から。ダイヤって何？ダイヤあれか、キラキラみたいなやつか。ダイヤの3なんだ。3、うん、どうしようかな。 K とか出しとこう。うん、どうしようかな。なんかやっぱコンピューターとちょっと違うね、人間味がある。うーん、弱いやつから出すべき。そういうわけでもない。でもさ、3とかさ、もし革命されたら残しといた方が良くないって思っちゃうけど、最後出せないよね。ね、リーナ推しと会いたいな。みんな何やってんの。ちょっとみんなちゃんとプレイしてよ。縛りという技もある。あー、なんかあるね、あの数字とか形を縛るやつ。リーナ残り1枚だ。あ、でもめっちゃ弱いやつ残しちゃったわ。だからダメなのか、リーナ。うーん、あ、パス。音ないと忘れちゃう。時間してくれるの待ってる。あ、マジ時間指定しなきゃいけないの。じゃあ19、20分からにしよっかな。うー、みんななんでこんな たくさん枚数残ってんの。あえて残してる説ある、もしかして。みんなあえて枚数残してる。リーナが削られてく。うー、え、これやばいわ。負け確だりな、きっと。うん、意外とみんな本気出しますね、大人げない。うん。時間合わないとダメなんだね。お、都落ちした。バイバイ、ナイス。都落ちでもさ、自分が大富豪だった時すごい嫌なんだよね、あれ。あ、だからリーナ4位は逃れたわ。リーナ今貧民だし、大貧民は逃した、逃れた。うー、頑張ってくれ。うー、八切りとか無理だって。あ、貧民だ、リーナ負け確、貧民でした。うん、都落ちか。リーナ今一押し力2381。お、イベントランキングが264位になった。みんな頑張ってよ。リーナに抜かされちゃダメだよ。本人ですよ、本人に抜かされちゃダメですよ。20分に始める。次、ルール読まずに始めるタイプ。あ、なんかやっ実践した方がいいじゃん。実践した方が体に身につくじゃん。実は4位の人。え、マジ？え、あ、本当だ、いた。え、じゃ全部バレてんじゃん、リーナの思考。5、4、3、2、1、スタート。お、一気に集まったように。ちょっと杉本リーナ推しいないかな。え、いないんだけど。杉本リーナ推しいないんだけど。え、なんで？なんで？あ、一人いたわ、一人。なんかリーナのこのなんか組長みたいなポーズの人いたわ。大富豪を目指そう。リーナこのさ、声入れ割とうまくいった気がするんだよね。サキさんと、あとあのその運営さんの方、ボイス取ってくれる方がいたんだけど、サキさんにねめっちゃ褒められました。声優さんみたいだったって言われて嬉しかったですね、私。うん、パス、パス。リーナこのさ、パスの
音程イントネーションめっちゃ違うんだよね。結構恥ずかしい結構恥ずかしい。なんかパスみたいな感じのイントネーションしてる気がするんだよね。みんなパスするやん。アリーナから？違うか、違かった。え、なんかみんな強いんだけど、リーナが弱いのか。でもリーナ昨日さ40回ぐらいはプレイした気がするんだけどえ、これリーナ時間制限あんのかな。ゲームに時間制限あるか。一人でプレイは別にいいのか。みんなでプレイするときは時間制限とかあんのかな。次リーナ？違うか。え、リーナの番全然来ないんだけど。え、なんかめっちゃパスしてばっか。え、ちょっと待って、みんななんか強くない？え、大富豪めちゃくちゃ強いんだけど、誰ですかこの大富豪。あ、え、なんで？リーナ多分1枚3枚しか出してないよまだ。やばくない？みんなちょっと大人でしょ。もうちょっと手加減してくれてもいいんだけどねえ、お、めっちゃ手加減してくれた、ありがとうやった、みんなパスでお願いしますどうしようかな。あ、これはいい感じが。5秒は保証される。何5秒保証されるって。一番リーナが持ってるカードで一番強いやつは残すべき。リーナさ、あの数字の順番知らないんだよね。11からの順番を知らないんだよね。1,2,3,4,1 はないか。 A、 あ、リーナかな、これ。え、リーナじゃん。え、どうしよう、何出そうかな。2A2,3,4,5,6,7,8,9,10 J9K みたいな。え、合ってるかな。 J9K2 は違うか、ちょっとよくわかんないですよね。え、リーナずっと貧民なんだけど。え、あとリーナ組との勝負じゃんこれ。これリーナ負けるわ多分。お、ナイスパス、クトパス。お、ナイス。え、もしかして負けてくれた？リーナまた貧民だ。リーナ一生貧民なのかな。5秒は必ずあるってなんだ。リーナ一生貧民かもしれない。大富豪にはなれない。え、でも一人だと割とリーナ大富豪なれたんだよ。 J9K、 お、合ってたじゃん、すごいじゃん。25分に始めますね。お、一押し力アップ、やった、上がった。リーナ36人イベントランキング抜きました。みんなサボんないでよ、抜かされないでください。リーナに25分に始めますね。次何分、次25分です。1、2は強い。あ、だよね、2が一番強くて3が弱い。待ち時間がなくて前が毎回5秒ある。あ、そうなんだ。39、40、うん、これ意外とさ、リーナ見てるとさ、ね、聞いてるとさ、自分の音声めちゃ滑舌悪いなって思うんだよねなんか意外と滑舌悪いんだよねリーナ。5、4、3、2、1、はい、あ、めっちゃ早く入れた。本人登場、本人です。え、リーナ推しいない気がするんだけど。え、多分いないよ多分リーナ推しいない。え、あ、頑張りーないた、一人頑張りーないた。イエーイ、頑張りーな、頑張りーな。なんかサクラブめっちゃ推してくる、やめてよ。うん、なんでサクラブ持ってんだよ。ねえみんな何？え、あ、リーナ？あ、やばい、リーナじゃん。どうしよう。ねえサクラブやだ。サクラブスタンプ押しすぎ。し
しかも富豪じゃん、リーナより上じゃん、もう押しすぎだってシュタンプ押しすぎだって。しかも富豪が、大富豪がめっちゃシュタンプ押してたら別にね、めっちゃサイリウム振ってくるな、煽ってんだけどリーナのこと、イカれてんね、大富豪してんの。そうだよ、カエルも大富豪して、あ、リーナの番じゃん。え、どうしよう、え、なんでジョーカーには勝てないか、革命されたら困るんだけど、誰ですか革命したの、本当に困る、うん、革命でも8切りはできるんだ、え、1人抜けたんだけど、早っ、早すぎ、縛りスタンプで応戦せな、応戦できんのそんなこと、他の人の大会を見るみたいなのできないのかな、ねえ、サクラブ誰、本当にもう桃100やん、サクラブ本当に早いし、めっちゃ早っ、出してくんの早っ、サクラブ早っサクラブ出してくんの早っ、やだ、なんでそんな煽りながらできるの、え、リーナちゃんどうしよう、何出そうかな、どうしよう、時間がない、なんか地味に強いし、なんでそんな弱いカードしか持ってないんですか、銃はあんま使いたくなかったけどしょうがない、オクトパス J、いきなりさ革命に変わると分かんなくなる、何が強いのか、一番強いのは大体分かるんだけどね、お、ナイスパス、ナイスパス、桃100ナイス桃100あと2枚でパスナイス、そんな煽るからだよ、リーナもしかして今、え、違うじゃん、やっぱ大貧民強くない、しょうがなくない、え、誰かちょっと革命返ししてよえ、どうしよう、はい、2枚だよ、桃100 2枚だよ、出せないでしょどうせ何持ってんの君は、う、パス、パスでお願いねえ、スタンプで煽ってくるんだけど、え、何、極限まで煽ってくるんだけど、やだ、え、待って、あ、リナ反則負け、あ、違うか、2出したけど反則負けしなかった、え、ねえ、大貧民になっちゃったじゃんうざい、うざい、やだ、と投げない、本当にそういうの良くないですよ、いじめですね、弱い者いじめ、弱い者いじめされた、まだ初心者だよリーナ、平民ですよほとんど、ですよ、ミルセンは 80% なんですけど、実際には 2% ですよ本当に、と30に始める、30大丈夫、一番最初に出すから、あ、でもリーナスペード3持ってないわ、ただバラしちゃっただけじゃんこれ、5秒がなんとかかんとかって言ってたからずらした方がいいのかなって思って、桜部さんまた来た、いやさすがにもう来なかったです、指が疲れたでしょ、あんなスタンプを押しといて、 J か、う、出せないじゃん、タイミングが合わない、あ、ショールームの関係か、でもリーナ時間設定してるので多分みんなの反応速度がちょっと遅かったのかもしれない大貧民として本人登場すんのやだな、なんか、うん、え、リーナもう出せないわ、パス、リーナもパス、対戦楽しかった、え、対戦した、いつした、いつしました、気づかなかった、そういう時になりすまし使う本人だからでもなりすまし使うとなりすましいって出るからな、ん、あ、時間がない、
お、階段登っていく。ちょっと緊張するね。なんか知らない人とやるの緊張する、めっちゃ。お、革命起きた。やった、リーナめっちゃ強いよこれ。革命は強いわリーナ。あ、でも4枚出しはきついな。革命強いぞ、ナイス革命。うん、頑張りな。あ、リーナじゃん。え、あ、違うか。え、どうしようかな。出す。お、ナイスパス。まさか天才ですかだって。やった、天才です。はい、頑張れリーナ、頑張れ。もうリーナ推し目線で今応援してるんで、自分のこと。いい戦いだって。え、なんか何、これを機にリーナ推しになってください。めっちゃ頑張りな連呼してます今。連打。お、え、え、なんで大富豪になっちゃったリーナ。え、大富豪になっちゃったんだけど。お、やっと都落ちさせた。リーナ推しにしてないからだよ。そういう時に罰が当たるんですよね。やった、大富豪なんだけどリーナ。え、みんな手加減しました。でも多分リーナ推しないからさ、みんな知らない人なんだよね。やった、気分がいいですね。でも大富豪って狙われやすくない？そんなことない？あ、なんか親密度がレベル3になりました。でもリーナさ、レベル100じゃない？本人なんだから。イベントランキング140位になっちゃったんだけど。みんなもっと頑張ってよ。え、リーナ一押し力 15,275 なんだけど。下克上ボーナス。え、やった。え、すごくない？リーナめっちゃ一押しだ。やった。ということで次はどうしようかな。35分にする？35分ぴったりに始めます。5秒待ちません。メッセージの使い方覚えて。メッセージの使い方？え、リーナメッセージの使い方わかるよ。え、これリーナ更新したらどうなの？俺は120位ぐらい。あ、もっとだよ。もっと上がってください。10位以内になってください。私を1位に上げてください。リーナは今自分に貢献してるので。始めます。お、みんな遅いぞ。みんな何？画面見てて遅れましたか？なんかリーナ推しいないんだけど。え、リーナちゃんとぴったりに始めたよ。なんで？全然リーナ推しじゃないんだけど。うん、うん、どうしようかな。時計ちょっとずれてる。リーナの時計がずれてる。本当？マジ？そういうこと？カード5枚かだから隠れカードいる。隠れカードいる？必要ってこと？どうしようかな。今何出そうかな。お、8切りナイスリーナ。言うて自分っていうね。ん？リーナ違うよね。階段出せるよだって。あ、行っちゃった。行っちゃった。ちょっと言うなよ自分。リーナが言うから。うん、階段出せるよとか言っちゃった。コメント書いていいねもらうとコインと。え、そうなんだ。コイン貯まるんだ。やった。でもコインね、リーナ多すぎて使い道ないんですよね今。みんなリーナ推しじゃないからボコボコにされるんですよ。え、下克上じゃない、なんだっけあれがやだ。大富豪からのオチがやだ。落ちないでくれ自分。うん、頑張りリーナ、頑張れリーナ。めっちゃシュタンプで煽ってくる人いるよね。え、どうしようかな。みんなちゃんと手加減してくれてるのかな。たまにめちゃくちゃ強い人いるけど。リーナのカード1枚しかない。え、何、リーナのカード1枚しかない。揃ってないってこと？それは揃えてくださいよ。リーナコインで自分で回しました。え、都落ちした。かわいそうリーナ。
そう、リーナ都落ちリーナかわいそうかわいそうリーナかわいそう都落ちしちゃった。うん、都落ち制度ちょっとなくしてほしいよね。で昨日ねやっててさ、妹と話したのよ、都落ち制度めっちゃ嫌なんだけどみたいな話したら、なんか妹に上に言えばって言われた言えるわけないだろ、都落ちってもう元々あるシステムだよね多分。大富豪に戦い長いなちょっと私せっかちなんで飛ばしたいんですよ。早く早く終わってください。ちょっと全員パスで大丈夫です。全員パスしたらどうなるんだろうね、強制終了になるのかな。悔しいなんかすごい声が混ざってる。え、イベントランキング1位だけ上がった。大貧民でも1位だけ上がるんですね。だいぶ弱いファンの人がいるってこと。40分から始めます。3人反則上がりとかある。え、3人もそうなの。そんなのあるんだ。自分でかわいそうって言うんかい。かわいそう本当に40分ね。本気出しすぎて配信でスマホ投げられたことある。そりゃどんまい。まあ大人げないですよ。大さんありがとうございました。大貧民ですよこっちはこっち大貧民ですよ。かわいそうリーナ。ポイントの合計なので1ポイントでも上がることがある。そうなんだ。自分のアイコン集めると一押し力。え、アイコンって何。自分のアイコンなんてあるの。ずっとパスしてってみはるんさんに言われたことあるまあそうだよな、みんなそうなるよ。ビエンビエン、こっちビエンだよ。もう悲しいビエン。まあでもたまにはね本気の戦いもいいですよね。まあでも私はまだ本気は出してないですよ。始めます。あ、音消さないとバレちゃう。大さんありがとうございました。本人登場。あ、ペがいる。ペがいる。え、なんかリーナ推し2人もいる。やったー。みんな手加減できるね頑張りーなー、頑張りーなー。スタンプ大量に送るのはね良くないですよ。みんな手加減してね。え、なんかめっちゃ遅いんだけど、うん、え、なんも出せない。数字縛りずるい出せないよ。え、なんかそういうのが多く単押しってなってるんだけど、大川さん単押しになってるんですけど、どういうことですか。リーナ始まったっていうのにどういうことですか。それは旦那さんになれませんよ、いくらヒロアカを見たとしてもあ、リーナからだ。うーん、頑張れ。あ、ジョーカーあったらよかったな。パスしてよパスしてよ。なんで出すんだリーナ組、出す、なんで出すんだ。手加減しなさい。14歳ですよ8切りします。うん、時間がない。みんなパスしてね。あ、 OK、 ナイス。うーん OK、 みんなパスしてね。え、なんでパスしないのリーナ組に限ってパスしないんだけど。頑張りーなとか送ってくるのやだ、めっちゃやだえ、リーナ違うか。コンチャスおはまる。頑張りーな、おはようの時間はもう遅いんじゃないかな。
みんなパス。なんか富豪の人がめっちゃパスしてくれる。やったありがとうありがとう。あ、リーナ組じゃん多分。ありがとうね。うん、きつい。頑張りーな押して嫌だと言われるのか。めっちゃ煽ってない？リーナがピンチの時に頑張りーなって送るんだよ。え、なんかえ、やだ。ね、リーナ組が大富豪なんだけど、ひどい。ひどいよ。ね、それで頑張りなって送ってくるの。リナ富豪ですよ、富豪。え、ちょっとやだ。あの削除したいですね。あの大富豪の人をちょっと削除して上の力で削除してちょっとリナを1位にしたいですね。うん、ちょっとこれはやるせない、やるせない。無理、やだ。やるせない。これはずるい大人ですね本当に。45分からやだ。無理。あ、こういう時にリナはあれを使いたいですね。イレーザーヘッドの個性抹消。赤破壊でもいいですよ。あ、まだそっか、45分か。44分に始めようとしちゃった、間違えました。もう本当にずるいよ。いや、いい日だとか言ってる。無理。そういうの良くないと思いますよ。14歳。あ、お腹鳴った。14歳。こんなお腹空かせてる14歳にそんな意地悪してくんのはずるくないですか。本当にもうイレーザーヘッドの個性と信楽戸村の個性使ってあのアカウントを破壊したり、アカウントの個性をなくしますよ。本当になくしたい、今すぐに。無理。リーナ赤番の権限が欲しい。本当にもう運営さんに言いたい、次ボイス取るときに、あのちょっと一ついいですか、あの赤番の権限が欲しくてとか研究室で言い出したらびっくりするよね。ちょっと私鳥肌立ってきた。4、3、2、1スタート。お、めっちゃ早かった。ちょっと今度こそはね、大人気のある人で。本人登場、本人です。ありのし、一人なんだけど、ちょっとみんなもっとちゃんとさ、ありのしになってください。ナイス、頑張ってください。だってやった、頑張るよ、言われなくても頑張るよ。え、なんかサイリンも振ってくれてる、やった、ありがとう。まあ、応援してるんだったらちゃんと手加減してリーナの勝つ道を選んでくれますよね。どうしようかな。次のスタンプ赤番ですにしよう。いいかもしれない。個性抹消とかでもいいかもね。いや、あんま使いたくないんだよな。まあいっか、しょうがない。縛りの時の美女が漏れてるんですよね私。うん、階段登っていく。うん、頑張りな。あ、リーナの番じゃん。頑張りなとか送ってる場合じゃなかった。やだ。うん、悩むよねとか言われて悩んでないよ。悩んでないよ。なんかリーナの番か。あ、八切りすればよかった。チクった。リーナの番だったら普通に。頑張りなとかめっちゃ送ってたら自分の番来てた。ちょっと緊張する、めっちゃ緊張するわ、すごい。めっちゃお腹鳴るんだけど、ちょっとやめてよ。確かにお腹は空いてる。やだ、お腹鳴る。今心が多分ね、空腹なんですよ私。自分の場合になったら振動来ない。振動来るけどちょっと弱かったです、振動。うん、あ、まあ、いっか。
兄ちゃんのキャラクターボイスめっちゃいい、ありがとう。次はもっと頑張る。ちょっと滑舌があんま良くないことに気づいたので。ちょっとみんなちゃんとさ、リーナを推しにしてよ。あ、都落ちした、バイバイ。反則負けかも知らないけど、なんか4位になってる。八切り、もう少しで上がれるよ。こんばんは、頑張りな。あ、自分の番だった。あ、出せないじゃん。ちょっとみんな手加減手加減お願いします。あ、革命起きた。今革命。ちょっとねえ、一番左、ちょっと左はもっと手加減してくれてもいいんだよ。あえて嬉しい、だって頑張りな。ねえ、左手加減してなんてこった、パンナコッタ、パンナコッタだよ本当に。うん、リナ、やだ、ふう、リナ不合。ちょっとね、左がやだった、左が強かったね。大富豪なしの左だったね。左本当に、左ちょっとね、良くないよ。左ダメですよ、左のね、あの人左50分から始めます。左の人は自分が左だったか自覚してないだろうね、多分。だって自分多分下になるくない？でも本当に左さ、もうちょっと手加減してくれてもよかったよね。14歳だよ、リーナ。左が10歳とかだったらいいけど、絶対あの強さは左じゃない。もうちょっと、待って、結構時間やばくない？もう49分なんだけど。まあとりあえず50分に始めますね。ここぞとばかりに14歳アピール。次最後にします。あ、次の次最後にします。トンペ、あ、違いますよ、ペイじゃないですよ。40、41、42、もうすぐだ多分。俺ごめん俺いた左いた、みんな左いたよ。別にいいですよ、まあたまにはね、本気の勝負もいいと思います。4、3、2、1、始めます。左がご来店くださいました。本人登場、私です。あ、お腹がめっちゃ鳴ってる。ちょっとお腹空いてるんですよ私。お、なんかリーナ一押しいる。一押しか知らないけど、やったー、イエーイ。頑張りな、みんな頑張ってね。別に頑張んなくてもいいかもしれない、頑張んなくてもいいですよ。ゲームスタート、早く終わらせたい。みんなちょっと手加減して早く終わりましょう。うん、ちょっとこれは出したくないかもしれない。あ、リーナ推ししっかり出した、リーナ推ししっかり出した。痛いよ、うん、よかようだって、カイニャンさんかな、よかようって。まだまだ油断はできないね。そうですね、リーナ先輩ちゃんと教えてくれるんですよ、このリーナ先輩って人はね。しっかりしてますね本当に。ちゃんと教えてくれるんですよ、ターンとかも。自分のターン来た時にね、ちゃんと振動して教えてくれるんですよ。偉いですね本当に。今夜も可愛いな、ありがとう。あ、自分の番だ、出せない。ちょっとみんな、めっちゃお腹鳴るんだけど。一人勝ち抜けした、大富豪生まれた。リーナ大富豪になれない運命なのかな、もしかして。でもリーナ弱いのしか持ってないの、あと。ちょっとこれはみんなの手加減次第ですね。これであれだよ、ちゃんと手加減する人は民度がいいって言われるんですよ。ちょっとリーナ組さ、頑張ってよ。リーナ以外と会う時はちゃんと手加減してあげてくださいね。あ、でも手加減されたらちょっと今回のイベントあれか、今回のイベントはちょっとみんな手加減しないでくださいね。
ちょっと私ちゃんとコンペイトーとフィナンシェみたいなやつもらいたいので、みんなちゃんとお願いしますね。コンペイトーは絶対もらいますよ私。待って、リナとリナ推しとの1対1勝負なんだけど、頑張ってくださいって。君頑張りすぎた、頑張りすぎたよ、ニーなんて頑張りすぎた。あ、ありがとうって加減かもしれない、貧民です私、うん、手加減しすぎたね。あ、待って、ちょっと時間ないわ、やっぱりもう終わりますね。最後時間あったらやろうかな。あ、でこの配信終わった後にもう一回やろうかな。ちょっとみんな頑張ってよ、りな4人も抜かしちゃったよイベント、ということで終わりましたまた配信後に食べにやりますけど、手加減はよろしくお願いします。じゃあちょっとあれかな、スクリーンショットタイム撮ってちょっとコメント読んで終わりますね。推しに似ていつでもガチなので推しに似てね、りなあのね、手加減はしますよちゃんと。あの6歳相手とかなると私手加減しますよ、そこは似てないですね。まあでもそうだな、あそうですね、やっぱり手加減、そうだよ、リーナ推しに似たわ手加減。あのね、轟翔太くんは手加減したんですよ、あの爆豪戦に手加減したんですよ。やっぱ私も推しに似ましたね、手加減できますよ私ちゃんと。甘やかさないのも愛情、時には大事、時にはこの言葉が大事ですね。楽しそうだな、いや楽しいですよ大富豪。リーナ先輩大富豪詳しくないのに教えてくれるのは偉いそう多分あの調べたなんで最後小声なのまあまあまあ、スマイリーポーズ、ふん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 、 OK、 大富豪実装おめでとうポーズ、これは SSR のリナのこれだよね多分、あこれか、なんかこんな感じのやつやってたよね、ふん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 、 OK、 これリナセンターになってた、嬉しい、みんな頑張ってねマッチングできなかった、それは残念、トドロキくんまだ出てきてない、ええ本当に見てほしい、トドロキくんはねやばいですよ本当に、マジでおすすめです。もうリーナのさスマホのロック画面とどろきくんですから、本当にね大事です、ちゃんと見てください。大富豪のコメントに何分でやるって書いたら頑張りなしますまあ終わった後すぐやると思います、最後忖度した、忖度だよね多分、読み方あんま分かんないけど、ありがとう、だろうなだろうなって思った富豪で忖度、富豪は忖度じゃないよ、それは忖度じゃない、みーちゃん今日の服かわいい、ありがとう、今日は露出馬です電波時計がずれてた、それは次までに直してこう頑張りなポーズ、ふん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 、 OK、 まずはときめきをゲットしたい、ゲットしてくださいみんな、あれまだ46分か、もうすぐシーズン2終わる、遅くない私もうシーズン7見る準備できてますけど、まだ上がってないのであれですけど、15位キープ、いや15位キープしなくていいんですよ、堂々と1位に立ってください、符号で忖度、忖度だよねこれ多分、読み方あんま分かんないけど、なってないの、符号は違います、縛りポーズ、うん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 、どんな表情してたっけリナ、うんうんうん、 OK、 縛るちょっとね暑いのであんま縛らないでほしいですけどちゃんと反則係忖度したのになんか良いになってるって言われましただからね、なんか都落ちしたんかなって思ったけど、そんなことなさそうだったね、ありがとうねみんなも個性出してこう、出てますよ、私は炎と氷の個性出てますよ、料理するときに炎使うし、物飲み物飲むときに氷使うし、私ちゃんとね、ハンデー、ハンなんだっけ、半年、ハンデー半年持ってますよ私、使います、亡霊熱波使います私、
毎日大富豪してくれるとし、毎日はちょっとね忙しい時は無理かもしれんけど、できたらね朝6時とかにやります。腕込みポーズ、うん、ふんふんふん、オッケー、ときめきゲットできた、よかったね。半分ガール、そう、半分野郎だよ。ガールってどこで習いました、野郎ですよ。私はとどろきくんと同じニックネームです。半分野郎です。都落ちポーズ、うん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 、都落ちってどんなポーズだっけ、忘れちゃった、あ、これか、うんうんうん、都落ち、下克上ってなんだっけ、うん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 、下克上って確かいい意味だったよね、だからこんな感じ。ギリ間に合った、ギリ、めっちゃギリやね。雨に、雨にって言った。アニメはオープニングとかエンディングもちゃんと見るタイプ。いや、一番最初は見る、変わった時とか曲とかがね。その次はもう、私が見たいのはエンディングとかじゃなくてアニメなんで。でもね、やっぱりね、エンディングにその推しの登場回数が多かったらたくさん見ますよ。あ、お腹だった。ちょっと私ご飯食べてないんでしょうがないですよね。やろうでいいの、いいでしょ、だってさ、推しが半分野郎って呼ばれてるんですよ。推しが呼ばれてるんだったら私も半分野郎がいいです。大貧民から大富豪になると下克上、あ、そうなんだ。でもリーナ一回なったことあるよ、本人登場ポーズ、ふん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 。 SEC 弾けたから今日はずっとやるかな。あ、そうなんですね。 SEC ってなんだ。分かんない、ちょっと今日ね、ごめんね、全然コメント読めなかったけど、そこはごめんなさい。ふんふんふん、あ、お腹鳴った、空腹です私。ふん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 、みんなちょっとオンリーワンで、ふん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 、みんなあの1位になってください、ちゃんと、わかった？私のコンペイトをゲットしてください、みんな、あのちゃんと1位とコンペイトお願いしますね。その上のなんかフィナンシェみたいなやつもあのゲットしてください。とかします。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。